さあ始まりました今日のジャグラス今日は独属性体験の紹介をしてまいりますはい上から装備紹介ですね、えー、ダチュラヘルスパイン 2EX リオハートヘルムベータ EX ダマスクメイルベータ EX ディノアームアルファ EX ディノイエロコイルベータ EX ディノイエログリーブベータで達人の4になってます えーっとこれでつくスキル、まあいきなり紹介させてもらうんですけど、見切り6、独属性強化4、渾身4、体力増強3、集中3、匠2、回避距離アップ2、超会心1、抜刀術技1、回避性能1、満足感1、そしてえー、っとシリーズスキルでディノ系のやつになってますね。えー、渾身がレベルアップするってやつです。まあ今現在 レベル4の、えー、見切りも6になってるんですけどこれ総意とかにねえー、玉詰め込めるようになればそれで反映していけますんでまあその辺うまく使っていただければいいと思いますで今回毒属性、えー、なんと870あります <laughs> 相当高めてきたよこれ相当高めてきたで一応ね、えー、匠つけてあるんで紫ゲージまでいっていますそれでは この装備で、えー、っとね、あれだ、攻撃力アップダイ、食事でつけてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは始まりました。ドス・ジャグラス、マスタークラスです。ただいまの攻撃力、えー、1296、まあまあですかね。えー、っと、さらにこれで、えー、まあ、攻撃力強化は加えないで、今回やっていきたいと思います。 独、まあ、属性の検証なんでね、その辺をちょっと見ていただければと思いますね。はい。では、えー、早速、向こうまでたどり着いたら、ドスジャグラスのね、いつも通ってくる安全ルート <laughs> そこに落とし穴を設置して殴っていきたいと思います。早いな、今回。よいしょ、この辺。あ、やばい、ちょっと通り過ぎたはっ、大丈夫か。あ、やべえ。こっちです。やべえ、起こしてしまった。 <laughs> 気づかれてしまった <laughs> ほっ一発へ行きましたねその前に一発ダメージ与えてはいるけど <laughs> よし安定で40のダメージが入っていきますさらにね体験の効果力でどんどんダメージをね稼いでいくという戦法ですねほどうですかねこれちまちましたダメージも入りつつ体験の攻撃も入っていくっていう ダメージ尽くしの <laughs> 装備になってます。はい。なかなか、あれですね、体験で独属性使う人って少ないと思うんですけど、今回そんなところにね、えー、目をつけた感じになります。<laughs> ちょっとなかなかやってみないとね、実際にやってる人がいないと、どういう感じかって分かんないからね。はい。で、しびれ罠を設置し、さらにやっていく。以上。いいね。毒で。 <laughs> そんな簡単には毒らないいくらね毒属性が800超えてても <laughs> よいしょただなかなかダメージは与えられてるよいしょああはーこういう根拠を食らっていってしまうけどねやはりああ痛い <laughs> まあそれはしょうがないまあ不動着ていこう不動じゃねえなかごを切るべきだったまあいいや <laughs> まあどっちを取るかですよね 不動を着ていけば安定的なダメージが与えられますそう、まあ、こうやって最近のねアイスボンになってから後ろに下がってしまうんでそういう時体験結構きついんですけど、まあ、それでもねやはり不動は使えるよし無理やりダメージを与えることができるんでねよいしょまた体験はあれですよね 毒属性片手剣とは違った戦法になりますね、総務。もう片手剣とかだったら回復寄りにしちゃってもいいんですけど、体験はやはりダメージを稼いでなんぼなんでね。そう。毒属性で稼ぎつつ、体験の素のダメージでも稼いでいく。724。プラス40のダメージが入っていきます。よし。もう少しね。えー、っと。 毒属性のダメージが長く入ってればまた違うんでしょうけどよしいいねいいダメージは入ってるそれでもやはり体験もう弱らせました <laughs> 早いねさすがに早いそして落とし物を拾っていくで最後にねカゴを使って行ってみますかよしじゃ体験でもクラッチ攻撃与えてきますよいしょ クラッチでもうこれだけで200超えてるからね <laughs> トータルクラッチだけでも強いさらに毒属性もいくからななかなか強いんではないかよしじゃあカゴを着ていきますさあカゴを着てよいしょ目くらましこれでだいぶ動かないあく食らってない <laughs> 見,見向きもしなかった <laughs> マジか <laughs> くらってないだとダメージを与えても全然食らったら素振りを見せ,見せないドスジャグラス強い,な強いね <laughs> よし毒属性入りましたでよいしょ混乱させていくケアでダメージも与えていきますオッケークリアさて今回のタイムはどんなもんか今回のタイム 4分35秒28なかなか早かったねでは次回もよろしくお願いいたしますお疲れ様でした